皆さんこんにちは。本日は広島にやってきました。広島といえば広島カープが一番に思い浮かびます。お好み焼きや牡蠣など広島グルメも有名ですよね。今日も広島グルメとお酒で乾杯したいと思いますので、皆さんにも広島に行った気分を味わっていただけたら嬉しいです。新幹線で広島駅に到着。駅の看板が歓迎してくれました。広島駅は現在再開発真っ只中です。道路を走る路面電車が珍しくて不思議な気分になりました。電光石火さんにやってきました。店内はこんな感じ。メニューはこちら。広島に乾杯。柔らかい麺に濃厚なソースがやみつきです。チーズ大好きなのでチーズたっぷりお好み焼きにしたのが正解。広島のお好み焼きは何度か食べたことがあって、麺がカリカリのイメージなんですが、ここはふっくらもちもちの麺で食べやすかったです。ごちそうさまでした。国松プラス武蔵坊さんにやってきました。人気店2店舗を一気に味わえます。食券を買ってカウンターに座ります。香ばしい香りがたまりません。青ネギとひき肉が濃いめの醤油ダレに絡まって美味しい。ご飯と一緒に食べている人も多かったです。お酢をかけると酸味で柔らかくなって食べやすかったです。山椒のしびれが癖になって箸が止まりませんでした。ホアジャオも刺激的な味で何度も追いホアジャオしてしまいました。ごまはクリーミーで私はごまの方が好みでした。いろいろと味変して最後まで美味しく食べられるので楽しいです。ごちそうさまでした。広島駅徒歩3分のビアイン広島さんにお世話になります。最上階には露天風呂付きの大浴場があるのが魅力的です。チェックイン後アメニティはセルフで選びお部屋に向かいます。お部屋はこんな感じで木目調のスタイリッシュな雰囲気。隣は米田コーヒーがあって特製モーニングセットを食べることもできるそうです。旅行先で温泉があるって最高ですよね。パークサウスサンドイッチさんに来ました。天気も良くて店内は開放感があり雰囲気が最高です。おしゃれなコーヒーも販売されています。どれも美味しそうでメニューとにらめっこ。食事はしたので甘めのサンドイッチを注文しました。甘酸っぱいいちごとクリームチーズのサンドイッチ美味しかったです。ごちそうさまでした。念願のビールスタンド重富さんにやってきました。マスターに会いたくて皆さん遠くから足を運びます。まずは継ぎ方を選びます。1杯目は一度継ぎがおすすめだそうです。現代のビールサーバーです。とてもビールが静かにゆっくり出てくるので泡立ちません、それと泡立たせません。泡が滑らかで口当たりが最高。マスターの声が素敵です。5軒目は安兵衛さんにやってきました。階段で2階に上がります。隠れ家のような店内。カウンターに案内されました。ご挨拶として料理で使う出汁を飲ませてくれます。5種類のお作り。プリプリで美味しい。マグロが分厚くてとろけました。日によってお作りの種類は変わります。お皿も可愛くてお作りも綺麗で見とれてしまいました。煮えばなの甘みがお刺身を引き立ててくれます。ビフカツ絶品でした。揚げ物なのでしつこいかなと思いましたが、赤身がサラッとしてて柔らかくて美味しかったです。
噛むたびに旨味がいっぱいの肉汁が広がって最高でした。新玉の天ぷら、カラッと揚げられててサクサクで美味しい。どのお料理もビールが進む。本日のお出汁から煮え花やお作りから店主の優しさが感じられました。ごちそうさまでした。魚樽本店さんにやってきました。カウンターとテーブル席があります。乾杯。広島の新鮮なお刺身を食べ尽くします。5種類のお刺身がマスに綺麗に盛られてて、インスタ映えしてて思わず写真大会。噛みしめるほどに甘くて美味しすぎました。大ぶりで食べ応え抜群、プリプリでとろけました。やっぱり広島の牡蠣は最高です。とにかく身が大きくて食べ応え抜群、鼻から香りが抜ける感じがたまらない。ハマグリの酒蒸しが美味しすぎてびっくりしました。ハマグリの旨味たっぷりのこの出汁が最高。ごちそうさまでした。越田さんにやってきました。夜遅いのに大行列の人気店。広島に来たら締めのお好み焼きを食べなきゃ帰れません。メニューはこちら、レモンサワーで乾杯。カリッカリに焼かれた生地と麺に越田オリジナルのソースがやみつきでした。大満足のお好み焼きでした。上野アナゴ飯さんにやってきました。見ているだけでよだれが出てきそうな光景。お弁当はすぐに購入できますが、店内のカウンターのみなので行列覚悟のアナゴ飯です。ふっくらしたアナゴが贅沢に8切れ乗っていました。甘くて香ばしい香りがたまりません。外はカリッと炙られていて、中の身はふっくらホクホク。甘めのタレが少しついた白ご飯と食べると、もう幸せな気持ちが止まりませんでした。山椒の香りとアナゴが相性抜群。これは広島に来たら絶対食べてほしい一品です。広島駅から宮島口駅、歩いてフェリーの乗り場に向かいます。宮島まで10分の船旅。天気も良くて気持ちがいいです。念願の宮島に到着です。宮島は世界遺産である厳島神社はもちろんのこと、美味しいものや自然、愛らしい動物、そして美味しいものがたくさん。市内からもアクセスしやすく、広島旅行には欠かせません。朝が早かったのでお店はオープン前でした。鹿さんに癒され、海を眺めて早速食べ歩きしていきたいと思います。焼き牡蠣ジャケーさんに行きたいと思います。宮島といえば牡蠣を食べなきゃ帰れません。メニューは迷って醤油バター。大ぶりでプリプリ、ジューシーで海の香りが広がって最高でした。もみじ堂さんに行きたいと思います。こちらでは自然を感じながら冷たいお茶と揚げもみじまんじゅうが食べられます。あんこも甘すぎず、揚げたてのもみじまんじゅうは最高でした。鳥居屋さんに行きたいと思います。こちらで気になっていたのがもみクロ。サクサクのクロワッサン生地に濃厚なクリーム、美味しかったです。牡蠣屋さんに行きたいと思います。おしゃれな空間で牡蠣料理が堪能できるお店です。おしゃれなバーのような素敵なお店。しっかりお昼ご飯を食べたい方は、いろんな牡蠣が味わえる牡蠣屋定食がおすすめ。広島に乾杯。先ほどの牡蠣よりも火がしっかり通っていて、噛むほどに牡蠣のエキスが口の中に広がり、お酒が進みます。シンプルなお塩は牡蠣の旨味をダイレクトに味わえます。牡蠣グラタンもクリーミーで美味しかったです。
さっぱりした広島レモンビールと牡蠣が最高でした。ごちそうさまでした。博多屋さんに行きたいと思います。揚げもみじまんじゅうが食べられるお店です。番号表をもらい店内で少し待ちます。店内の奥にはもみじまんじゅうの製造ラインも設置されており、製造過程を見ることができます。チーズとチョコにしました。揚げたてはサクサクで何度食べても美味しい、宮島でしか食べられない一品ですね。厳島神社を参拝。神様を厳祀る聖なる島という意味で厳島と呼ばれ、厳島神社となりました。厳島の緑深い森林が海岸線に迫る美しい自然景観は日本三景の一つにも数えられています。神秘的な雰囲気は心が洗われ、特別な時間を過ごすことができました。柿祝さんに行きたいと思います。宮島の高台にある古民家カフェ、開放的な贅沢な時間が過ごせるカフェです。最高な空間でアルコールも楽しめます。瀬戸内レモンのチーズケーキ、滑らかなレアチーズにレモンピールの爽やかな香り、ホワイトチョコの優しい甘さがブラックコーヒーと相性抜群でした。チョコレートケーキはねっとりとしたチョコレートムースが絞ってあります。レーズンとレッドペッパーがアクセントとして効いており、贅沢な大人のスイーツです。ごちそうさまでした。尾道ラーメン赤月さんに行きたいと思います。11時半オープンで売り切れ次第終了です。店内はカウンターとテーブル席があります。真っ黒なスープにびっくり。スープにはネギと背脂が浮かんでいます。麺は平打ちストレート麺、背脂とスープの旨味がしっかり絡まって美味しいです。具はメンマとチャーシュー2枚、シンプルなラーメンです。スープは鶏ガラと魚介の出汁が効いていて、背脂が重たいかと思いましたが、シャキシャキのネギで爽やかになり、意外にあっさりしたラーメンにびっくりしました。ごちそうさまでした。広島餃子さんに行きたいと思います。店内はこんな感じ。メニューはこちら。ジョッキビールで乾杯。広島菜はシャキシャキ美味しい。レモンはさっぱりしてて無限に食べられます。牡蠣餃子は牡蠣のエキスがたまりません。たたききゅうりはピリ辛で、ピーナッツの風味と食感が最高です。広島県産のネギがてんこ盛りに乗った広島餃子、薬味は大好きなので嬉しいです。外はカリカリ、中はジューシー、ネギがシャキシャキであっさり食べられます。この餃子にラー油をつけて食べると美味しすぎてビールが進みました。ごちそうさまでした。尾道ロマンコーヒーさんに行きたいと思います。店内は席との間隔が広く、ゆったり過ごせます。大きな窓から広島駅が見渡せます。メニューはこちら。ワッフルは焼きたてサクサク、4種類のフルーツが綺麗に盛り付けされていて美しいです。ワッフル自体が甘さ控えめなので、生クリームをつけると美味しい。少し苦めの香り高いブレンドコーヒーと相性抜群です。ベリーソースも酸味があって美味しかったです。景色を見ながらゆっくりとした時間が過ごせました。ごちそうさまでした。とわの別宅ひずみ亭さんに行きたいと思います。カウンターに案内してもらいました。広島に乾杯。お通しのお豆腐はもっちもち、お塩でさっぱりいただいても美味しいし、甘めの出汁につけても美味しかったです。広島名物のガンス、見た目はハムカツみたい。ガンスとは魚のすり身をパン粉で揚げた揚げかまぼこ、サクサクジューシー。マヨネーズや七味をかけても美味しかったです。ほうれん草はバター醤油の味、
その上にウニが贅沢に乗っていて、濃厚なウニと一緒に食べると美味しい。結構塩味が効いているので、添えてあるフランスパンに乗せたらちょうど良かったです。量が多いので、これだけでお腹が膨らみますよ。蓋を開けるとお出汁のいい香りが広がりました。ふっくらした鯛とおネギをかき混ぜていただきます。ほんのりお出汁の優しい味で、素材の味がしっかり味わえる釜飯です。残ったらおにぎりにしてくれるのが嬉しい。ごちそうさまでした。喫水さんに行きたいと思います。店内は落ち着いた空間、テーブルとカウンターがあります。乾杯。お通しからテンションが上がります。可愛すぎて食べるのがもったいないです。自家製豆腐はもっちりしていて、甘めのタレとわさびで食べると最高です。喫水さん自家製の濃ゆめのタレに和牛の肉と豆腐が絡んでいます。お肉が柔らかくてほろほろ、濃いめのタレとさっぱりした白髪ネギが美味しい。アナゴの白焼きも綺麗。アナゴの味をダイレクトに味わえる白焼きにしました。香ばしい香りでふわふわ、海苔で巻いてわさび醤油につけて食べると最高です。広島で食べられる希少部位コウネ、脂の乗った柔らかいお肉にネギ塩のタレとさっぱりレモン、口の中でじゅわっと混ざり合ってとろけました。これは間違いない美味しさです。ごちそうさまでした。ふみちゃんで締めたいと思います。店内はカウンターとテーブル席、お座敷が奥にありました。雰囲気を味わえるカウンターがおすすめです。メニューはこちら、広島といえばレモンサワー、ふみちゃんスペシャルそばにチーズをトッピング。そばの生地はカリカリで、キャベツの甘み、生地にも味がついていて、少なめなソースでも美味しい。ごちそうさまでした。むすび屋むさしさんに行きたいと思います。広島県民なら誰もが食べたことがあると噂のおにぎり弁当を購入しました。梅むすび、昆布むすび、唐揚げ3つにウインナー、たくあん、枝豆、キャベツ、オレンジが入っています。香ばしい醤油の香りにふっくらしたご飯がやみつきでした。広島駅の店舗では出来たてを食べることもできます。美味しかったです。ごちそうさまでした。広島旅行どうでしたか？この動画がいいと思った方はいいね、チャンネル登録、この動画を共有していただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。